さん、はじめまして。福岡県のプレイズレポーターの北九州希望の光キリスト教会牧師の原田正樹です。今回は12月14日土曜日に開催された第38回北九州市民クリスマスのレポートです。場所は北九州芸術劇場大ホールにて午後2時半に開演しました。プログラムの内容は、一部がセレブレーションで韓国から来日されたチームによるワーシップダンス、ゴスペルマジック、最後にゴスペルクワイヤーの賛美と続きました。2部はシンプルな礼拝形式でトーンチャイムの演奏より始まり、ページェントのスタイルに沿って聖書朗読、地域の合同聖歌隊の賛美、そしてクリスマスメッセージと続きました。北九州市民クリスマスは1976年の12月より地域の教会が協力して開催するクリスマス伝道集会として始まりました。今年で38回目の開催になりましたが、今回は500名を超える方々が参加され、祝福のうちに終えることができました。当初の目的は伝道集会とし、対象は未信者の方々でした。またプログラムも名の知れている大衆伝道者や音楽家を招いて開催していました。しかし次第に協力協会も参加者も減少し、解散が目前のように思われました。しかし34回からもう一度聖書に立ち返って祈り合い、対象をまず未信者ではなく信者とし、市内および市内近郊のクリスチャンへの参加を呼びかけたのです。理由は、この町に神様の霊が働かれ大きな救いの御業が起こるためには、まずクリスチャンが互いに愛し合う土壌が必要不可欠との御言葉を与えられたからです。ヨハネによる福音書に、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる、そのように記されています。現在は市民の救いを祈り合うクリスマス合同礼拝および福音を伝える伝道集会という2本柱で開催しています。一部はセレブレーション、二部はシンプルな礼拝形式でプログラムを立て、すべての奉仕者、出演者は地域のクリスチャンが担当し、メッセンジャーも地域の牧師が担当しています。企業にお願いする企業協力献金も、奉仕者、出演者への謝礼制度もなくしました。ただ一度にイエス様を見上げ、神様に献身する心を大切にするようにしました。徐々に協力教会および参加者も増え、昨年よりカトリック教会も趣旨に賛同して加わることになりました。今回は初めてメッセージをカトリック教会の司祭が取り継いでくださいました。市民クリスマスは教団教派、カトリックプロテスタントとその壁を越えて、さまざまな違いを共に認め合い、主の祈りと使徒信条を共に昭和することができるのならば、キリスト者として互いに愛し合いましょうと呼びかけています。この地域には107のプロテスタント教会と15のカトリック教会があります。北九州市民クリスマスはこの地域において、クリスチャンが言葉ではなく実際に互いに許し合い、認め合い、愛し合う機会を作り出しています。そして、愛の地盤が築かれていく中で、神様がこの町の救いのために立ち上がられることを期待しています。そしてきっと近い将来、この終わりの時代に、愛の中で働かれる神様が立ち上がる時が来るでしょう。そして、九州と本州の玄関である北九州市の地に
神様がリバイバルの火種を落とし、九州全土に、本州全土にリバイバルの火が燃え広がっていくと信じています。以上、福岡県から原田雅樹がレポートしました。